皆様ありがとうございました。もう散々話をしてるので、ご存知だと思いますが、土屋慎吾先生でございます。帝王、土屋慎吾でございますね。はい、勝ってるんですよ。勝ってる。で、今日はこの観音、土屋先生の原画展、土屋慎吾の奇妙な劇画の、記念トークイベントという形でさせてもらいまして、で、今回は土屋慎吾の劇画創作の秘密という形でいこうと思っております。で、前回のトークイベントがですね、土屋慎吾さんからデビューされてから今に至るまでを聞いたんですけれど、その中でやっぱりキーワードというのは白金騒動があったんですよね。で、その辺の話の周辺を聞かせてもらったんですけど、今回は、こういう形の作品、ちょっと特殊なっていう言い方あれですけど、単なる感動じゃない SF だったりホラーだったり、ちょっと味わいが面白い、普通のエロだったらエロでいいじゃんなのに、それだけで満足したんです。土屋さんのその創作のエネルギーの根っことか、あとアイデアの出どころみたいな話、あとこういう作品が生まれるような経緯みたいな話を聞きながら、あとはちょっといろんな話を聞きながらですね、今の土屋先生のこれからも含めて聞いていこうと思いますので、先生今日はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。お願いします。今回の企画はですね、はい、たっての古澤さんからのご希望で、はい、こういうの限定させてくれと、はい、主張されますので、はい、しぶしぶ折れてですね。好意なんですね、今回。好意じゃないです。いろいろあるので、これだけに限っちゃうと、幅が狭くなると思ったんですけど、蓋を開けてみれば、やってよかったなと。本当ですか。そういうことですよ。よかったです。いや、正直言いましてね、創作の秘密とか、大げさにおっしゃるけど、いや、適当なんで。そんな深いものはないんですよ、ほとんどね、ただその時その時の流行りを、ちょっと、エロ劇画にとりあえずやろうかと。じゃあその辺の話は本編でぜひお願いいたします。きっかけは発売日騒動の、はい、ちょ戸川さんのことをご紹介させてもらっても、ごめんなさい。そうです、そう、ちょっと話なかった、土屋先生話をドーンと勢いでいっちゃうので止めちゃうと申し訳ないんですけども、はい、まずさ、好きに戸川さんのことを紹介させてもらいます。こちら神戸から来てくださったチンプドン戸川雅史さんです。土屋先生をメディアに引き上げられた第一人者ですが、大文字でございます。私はたっての頼みで神戸からね、しぶしぶ来ていただいたんでございます。今日はありがとうございました。こちらのですね、古本パンチ、こういう感じで古本の中の面白さとか、あとちょっと観音関係、エロ関係のですね、ちょいお色気系の面白さみたいなものを、あと文章で紹介されてたりとか、あと両版日記って形でレコードの漁りに行く楽しさとかですね、へんてこちんレコードの出会いみたいな話のエピソードを軽快なコラムで書かれてて、実はエロ評論家だけじゃないんですよ、この方は。レコードですか、ジャズとか音楽のものですよね、本来は。いや、実は明日神戸新聞の方に戸川さんが書かれたコラム、今回のゲーゲーのアシスタント、そして土屋慎吾先生についてのコラムが実は載ったりするという形で、本当に今回はお世話になります。ありがとうございます。また一部送ってください。神戸新聞から送ってくれるんですか。そうです。どうもありがとうございます。竹内、半平さんの時もね、紹介していただいて、僕も何回も戸川さんの方から土屋先生のなんか魅力みたいなので、土屋先生にそもそも目を向けられた機会って何だったんですか。それは古本の、どうぞどうぞ。いや、なんかちょっと無茶ぶりですいません、なんか本当に。マンダラケという本はご存知ですか。マンダラケ、いわゆるレア本とかそういったね、古川松戸さんが広げた非常に、マニア向けの本ですけれども、こちらの方にコラムやってらっしゃいまして、はい、長年ずっと、ある時コラムに僕を取り上げていただいたんですよ。だとそうですね。どう言ったらいいの。いや、もともとはエロ劇画ブームっていうみたいな感じで、あったもんね、ちょうど90年の中頃ぐらいに、北陽寺と笠間四郎っていうあたりでね、その辺から人気になってきたので、その時に古本屋をちょろちょろ漁ってて、ポンと取ったのはトルコ霊場記、それを見てその怪獣
大怪獣デルタを、はい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 、結局こっちなんですね。そうです、うん、その、うん、それを取って中身を見なかったんですけど、その中身見たらその半分がその SF 関係だから、そうそう、うん、それで変わってんなっていうことで、うん、漫才系のとこで、まあ何冊かそれが買って、その肉感ゲームが最初じゃなかったんですね。肉感ゲームが最初じゃなかった。あれは書き用で書いただけで、そうですか、はい、最初、うん、一番最初にポーンと手に取ったのがそのトルコ霊場記ですね。あれはね、トルコ霊場記が連載でやってページが足りなかったわけです、うん、後半がね。だから200何ページも、300ページなんでね、うん、だから100ページぐらいをそういうので埋めたんやね、3、うん、出版が。クラーケンみたいな形のが出てきて、ドーンって乗り込まれるみたいな、やっぱその段階からやっぱ土屋さんの漫画って、ちょっと他の感動シャッターの中で異彩を放ってたところってありますよね、なんか。急にそういうのやりだしたんですよね。うん、やっぱ当時のやっぱり出てるエロ関係の官能劇化の雑誌、本とか見ていても、やっぱりなんかその土屋さんの作品ってエロだけじゃない挑戦的な話が多いんですけど、はあはあ、やっぱなんかその辺の挑戦的な作品をやっぱり僕はやっぱ土屋さんの得意性だと思うし、そこの面白さがあると思うので、結局少年時代から最初からエロ劇画になろうと思ってなったわけじゃないですか。はい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 、その頃はエロはものすごく白い目で見られる時代でしたから、そんな見とってってね、お袋とかいろいろこうね、非難される時代だったんですよ。だからもうみんなこそこそとしかやってなかったんだけど、まあ、やっぱ少年時代はロボット漫画とかね、鉄人28号とかね、それからまあ古くはドロンチビマルとか忍者もんとかね、まあ、あらゆるものを真似して描いてたもんですから、で特に鉄人じゃ、横山光輝の鉄人じゃ大好きで、はい、もう気違いかと思われるぐらいね、うん、たくさん描いたんですよ、あ、その漫画を、日常の漫画を、だから、まあ、わらばんしで閉じてね、はい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 、何巻住みたら過ぎると、うん、それから剣都市に描いて、うん、きちっとしたやつもね、ロボットものばかりと、それは話オリジナルなんですか。オリジナルですよ、もちろん、うんうんうん、鉄人29号なんです。29号、おお内容は、まあ、似たりよったりの内容だけど、はい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 、僕流に作ってるわけです。じゃあ新しい鉄人とかを書いたりとかして、そう、あ、主人公はそもそも違うんですか。いろいろ作ったの、鉄人司令ブラック X とかね、ほう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 、ブラックオークスの鉄人の敵のやつね、あれを主役にしたやつとか、まあ、これはちょっと2000級のロボットを主役にしたやつとか、いっぱい書いてたんです。おお、もう小学校ですよ、小学校 4,5、はい、年生かな、うんうんうん、で本にしてね、はい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 、だからそれから手塚治虫のやっぱね、漫画 SF タッチのものが多いでしょ、SF マガジンっていうのは早川書房で出て、はい、それの大ファンだったんで、で僕はデビュー前はね、もうたくさんね SF 漫画とか青春ものとか、ね、もういっぱい肉筆漫画で自分で作って、学校のみんなにね見せてたんですけど、はい、そう相当なんですよね、だからそのやっぱりその東京に行った時は、まずこういう路線はお首にもないわけですよ、あ、それはまた何で全く、絵を描くのだけで恥ずかしいの、あ、女の子がこういうもらえてるなんてね、それは出版社に要求されたから、絵はなかったってことですよね。なかったの。でその代わりに SF とか、あるいはそういう感じの話がもともと描きたいっていう根っこがあったっていう、そういうこと、うん、だからデビュー作もファンタジーもちろん海の鎖っていうのが、そうですね、人魚の出てくるやつで、結局ね、その人魚になったという経緯というのは SF じゃないですか。はい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 、つまりね、流産した胎児が生きとって、で船の上からね海へ投げ捨てたわけね、それが要するに水生人間となって、まだエラのある時代は人間も魚も牛も豚も一緒ですから、胎児海の中で生き残って進化したって、人間の胎児で進化して、で人魚になって弟に再会すると、人間の弟にね、そういう話なんで、非常に SF チックでしょ、SF チックでしょ、悲しい話で、悲しい話でもね、でも、まあ、それはいいとして、でだから根底はそっち路線だったんです。ああ、もともとだからそういう形の SF みたいなことがすごく好きで、それを書いてたんだけど、まあ、要望的にエロを書かざるを得なくていうか、エロがメインの仕事になってなってたのは、まあもともと色町で育ってるから芸者さんとかね、はい、まあ、近所のガキやマスターばっかりだから、そんな話ばっかりでしょ、だから、まあ幼児体験で
お隣のお姉ちゃんに、うん、もう4歳か5歳の時に手ほどき受けてるもんですから、うん、それ以来もう頭の中はそっちばかりなんだけど、うん、あの仕事やら、まあ、漫画はそういうのを臆病にも出してる、うん、だからふつふつとこのそっちだけは抑え込んでるな、うん、表面は体裁のいい絵を描いてる。で今回の展示はしないですけど、うん、デビューされてすぐぐらいの時に青春物とかをよく書かれてたじゃないですか。青春物も書きましたね、うん、辰巳義弘さんの影響です。ああ、なんかその辺の話のテーマから、うん、あのその後に官能劇界で人気作家になって、で急にこういう作品が増えていったような、あの前 の, あの展示させてもらったそれまであんまなかったですね。なかったですよね。だからそのネットで一人に発禁騒動ですね。そこですよ、やっぱり発売禁止でね、簡単に言いますけどね、今までにですよ、うん、漫画家では俺一人なんですよ、うん、発売禁止になったのは、要するに処分を受けた79年に「あのうん、検査して」っていう漫画がですね、あの警視庁の方からエロすぎると発禁食らって、で、うん、そこから結構こういう作品が増えていくようになったんですよね。そうそう、一応警視庁あの桜田門にあの、うん、呼ばれましてね、そうそうそう、であの調書取られたんですよ、うん、ね、で、なんていうのかな、ね、こういう作品、まずお子さんはいらっしゃいますかと聞かれてね、うん、いますけど、言ったらお子さんがね、あのお父さんのこういうのを見たらどういうふうでしょうねとか言って絡めてきてるわけだよね。で、まあ一応はこっちとらええこと子供育ててるんでいいですよね。仕事は仕事で、ね、うん、子供は見ようがなんだろうが何もしゃあない、うん、で、まあ結局だけど噛みついたとしたらね、こっちが態度を大きくして、うん、どこが悪いんだみたいなをふんぞり返ったとしたらね、そしたらまたその罰金ガーッとあげるかもしれないでしょ。一応おかみだから、うん、まあ一応まあそろそろまあこういうのマンネリになってきましたんで、路線を変えようと思っておりますっていうね、心にもないことを言ったんです、うん、でそれからまあ結局出版社も第4週目まで一作で良かったんだけど、うん、検査室タイトルでよう売れたんですよね、うん、でまた5週出したかったんだけど、うん、お検査室タイトルではまた呼ばれちゃうから、うん、そうですね、どうしようか迷って、まあ、鳥の方やみたいな、うん、でまあ今次からどうしましょうねって、まあ、そうね、まあ思い切って僕の SF タッチのやつでやりますって言い出して、うん、どうなるんでしょうねって、疑心暗鬼だったんだけど、まあ蓋開けてみたら、まあ、あんまりエロシーンは少ないんだけど、うん、一応まあね、絡んでるから、うん、まあ、これはまあ面白いからいいんじゃないですかってやりました。でそしてみんなこのエロスの神話っていうで、ま、毎回毎回その今度はキングコングとかね、うん、今度は何だっけ、ドラキュラとか、うん、そのファンタジーと SF の方で路線で、うん、ほとんどだから僕本人は中学校高校時代のあれが復活してですね、うん、嬉しいわけです。あ、逆にそこからもう本当になんかこれからだみたいな、エロは仕事でしょ、うん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 、だからなんていうの、しゃあなし、しゃあなしじゃないけども一応書いてるわけです、うん、とはその SF たちのものは楽しんで書いてるわけです。発禁騒動のおかげでようやく自分の書きたいものに目覚めたみたいな、うん、そう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 、うん、だからあの頃の鉄人、まあ、ロボットも出てくるしね、はい、楽しいなと思って書いてた、うんうん、でまあ本人は楽しんでるけど、うん、その次の第5週として出したエロスの神話というね、うん、途端にお検査してから変わっちゃったでしょ、うん、これはまあいいつもりで出したんだけど、うん、案の定売れんかった、売れ気が下がったっていう結局まあやっぱみんな、まあ、やっぱ売れませんでした。当然やっぱ男子の方わかると思うんですけど、うん、エロ本ってやっぱりもうね目的使用以外ないじゃないですか、うん、だから別にそういう話で意外と望んでないとどうしても出ちゃって、大半の野郎はまあ結局脱ぐために買うわけですから、このいわゆるこんなねロボットなんか見たくないんですよ、うん、で当時はそこまで漫画マニアがいるわけでもないので、うん、こういうものをだから面白そうで買う人はいずに、うん、だそれを買うんでちゃんと SF 漫画とかね、ちゃんとそれこそ手塚、うん、ね、石森ラインでちゃんと買うし、うん、エロはエロで買うしって、うん、あえてハマっちゃうと、うん、なかなか売れないっていうところがあったんですかね、まあ、冒険だったんですよね、うん、だけどまあこの時は売れなかったけど、うん、後になって何十二十年が経ってから、うん、またこれを面白がってね、うん、そのマニア増えました、戸川さんみたいな、で、まあ、そうですね、金額もあって、うん、戸川さんだけじゃないと思いますけど、うん、いやいやいや、そこのところ入り口があるおかげでやっぱ、うん、うちらもその土屋さんの面白さっていうことを改めて知ることができるっていうところもやっぱありますし、それはお検査しての第5週やったんですか？5週です、5週だったんです、うん、で、まあ、お検査しのタイトルはここに5週って書いてあるんですけども、お検査してって本が1巻か4巻で出て、4巻でエロを過ぎて発禁を食らった後の次の子をどうするかがこれになったっていうタイトルが変わってるんですよね、エロの進化って7週までぐらいやってるんだけど、あ、うん、まあ、だんだんもう全くタイトル変わりましたよね、うん、
で、あのこの中にあれですよ、その、あのさっきのあの、あのあれ何でしたっけ、あのいかクラーケンのやつ、大怪獣で、デルタと、うん、あと箱舟伝説が入ってるんですよね、これが。で、今回やっぱその中でも、でもそうは言いながらも、うん、割とやっぱ現代劇の中にそういう SF が入ってくる作品が割と多いじゃないですか、うん、大怪獣デルタもそうだし、あと箱舟伝説もそうなんですけど、隣の部屋で飾らせてもらったセクシャルアンドロイドナンバーワン、あれって完全 SF じゃないですか。そうですね、あの作品あれエイリアンですね、うん、そうそう言っちゃいましたけど、そのエイリアンのパクリみたいなもんですけれど、でもなんかああいう作品って他はないんですか、うん、他と言いますと、だから結局ああいう、いやでなくて、ああいう作品があの現代劇じゃなくてがっつり初めから最後まで SF で終わってる話っていうのって、そういえばまあ絡みはあるけども、うん、あのほとんど SF ですよね、あれね、うん、だってあのそこにある例えばそのダース・ベイダー出てくるその漫画に関しても、その普通の中であのお探ししてるところにダース・ベイダーが乗り込んできて、うん、まあ、実際それはその映画撮影のなんかそのね、あのアシスタントだったっていう形の、まあオチはつくんですけど、オチはもうね、あの上等手段のオチでね、映画撮影だったみたいで、卑怯ですよね。でもそういうモチーフの中ってやっぱ現代劇の中に出てくる違和感みたいな、ちょっと SF みたいなやつじゃないですか。うん、そうですね。だからなんかあのアンドロイド、セクシャルアンドロイドなんか結構特殊なパターンなのかなと思ってて、あれはまあ割と力が入ってますよね。ただまあ、あの本屋で読んだ外国版のあのエイリアンの 本の影響ですね。あ、映画公開前にあのその本で読んだんですけど、うん、それやるっていうことでやっちゃってたんですね、うん、あれは反響はどうだったんですか、セクシャルアンドロイド。だから漫画家編というか編集部とか、うん、あのそういう身内ではすごい、うん、あんなの書いたんだみたいな、すごいの書いた、他の漫画家ね、はい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 、土屋アンナのやつ書いたなとか言って、エイリアンだなよとか言ってよ、うん、ようやるなみたいな言ってましたな。あ、うん、他は相変わらずあのそういう濡れ場 のばっかしかやってないからね、うんうん、急に突然変わってきたから、うん、みんなちょっと面食らったみたいですけど、あ、まあ、実際それと同時に、うんうん、羨ましいみたいなのがあるんです、あんなのができてみて、あ、そかそか、他の人はやってないんですよ、うん、やれないんですよね、うんうん、でも先生もだってそのエイリアンを例えばそれ見たからといって、でも他の人がじゃあそれをそのまんまっていうかね、それをモチーフに漫画描くかってなかなかそこを踏み出せないじゃないですか。そうね、やらないですね。なんか読んだものを割とすぐにそういう形で消化される感じがしてて。まあ、著作権とかの考えたらね、うん、まあ、恐ろしくて、うん、やれないですけど、あの当時はまあなんかね、スレスレなんだろうけど、うん、なんとかなっちゃったみたいで。うん、あの仮面ライダーもね、厳しいですよね。そうです、仮面ライダーこれですよね、これね。どうなんだこれ、陰中半端なっていう。あれ、半島になりますよ。あ、そう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 。あのこれ、あの戸川さんがお貸しくださった本なんですけれども。これじゃない、半端なこれですよ。半端なこれですよね。いや、違う、そう、違ったっけな。それの感想。この本に載ってますね。これにちょうどこれ、陰中半端があって、あの表紙の絵と同じものが来て、うん、あの仮面ライダー出てくるわけなんですけれど。よいしょ。これですね、これそうです、ドーンと出ますね、仮面ライダーが。で、あのこの仮面ライダーはすごくリアルタッチじゃないですか。これが結局その土屋さんのこの SF の根っこを支えたのがアシスタントの奥田さんっていう、そう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 、すごくできるアシスタントの方が、有能なアシスタントが一人おりまして、奥田君って言うんですけど、それは池上良一先生の弟子だったんですね、元ね。でその人が池上プロが解散した時に、うん、あのあぶれたんで、うん、僕のとこへ押しかけアシスタントで来たんです、うん、で、うん、まだ駆け出しで食えもしないのに、うん、一人アシスタント雇ってね、うん、給料ね、原稿料のね3分のいや5分の3、5分の2ぐらいはやつに行っちゃうわけです。あ、で結婚してましたし、うんうんうん、子供も生まれてましたよ、ね、あ、子供もいたんですね。そうだからもう、うん、もう養わなきゃなんないっていうか、本当にあの当時10万円ぐらいで、うん、あの給料3万円払って、うん、アパート2軒やって、うん、あと食うだけですよね、うん、そういう生活してたんです、うん、でその頃は、まあ、苦しかったけども、まあ、何年か経って、うん、まあ、ちょっとね仕事が増えまして、うん、で彼も仕事が早くなって、うん、だからもうこういった一点にやってる、うん、あ、その充実な絵を、まあ、SF って言いますけどね、うん、私はほとんど書いてないです。でもそのアイディアとか話は出てるんですよね。あの C3PO もね、うん、そう、C3PO 言っちゃいます、言っちゃうんですね、それ言っちゃっていいんですね。そう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 、あ、こういう形のものをもう、うん、やっぱ出てくるっていう、全部アシスタントです、うん、
でもその土屋さんのその中のね、エロエロしい生めかしい絵の中にこうかっちり硬質な絵が入ることで、そうですね、やっぱそういうコントラストが出るのっていうのがやっぱりいいパートナーシップだったところありますよね。それはもう特別に良かったですね。ただこの奥田さんって方の話を聞きながら、この方って本当にすごい才能はあるんだけどもダメな方だなと思うところがあって、アシスタントとしては超一級ですよ、うん、だけどアレンジが効かないっていう、漫画家にはなれない、うん、そうアレンジが効かない人物が下手なの、人物が下手、人物も下手なんですか。池上龍一の顔をちょっと崩したような、あの絵なんで、あの人物の顔に正気がないんですよね。ああ表情がない、無表情な感じの、みんな顔つきはもうへの字でこの言うようなね、うんうん、だからあのちょっと漫画家にはなれません、うんうん、でも私は下手なんだけど一応人物だけは、うん、あの何目かしいですね、表情とかいろんなのがね、うん、あるんです、うん。でもなんかその奥田さんのそのね才能の話を見ながら、僕やっぱちょっとすごい方なんだけども、ちょっとなって思うのがですね、この C3PO がこれ3人並んでる絵あるじゃないですか。これってよく見るとこの胸のところになんかこう汚れみたいなのあるんですよね、なんかこう傷みたいな、でそれが必要に同じところに2、3体あるわけですよ。でもあのスターウォーズ詳しい方だと分かると思うんですけれど、ここ別にあの普通に平たい胸になっててこんな汚れないんですよね。これ何なんだろうと思ってネットで検索してみると、全くこんなところに汚れのあるスターウォーズのスチール写真出てくるんですよ。 あるんですか。そのシーンの絵があって、それを完璧にコピーしてるんですよシーンとしてなくても全然いいはずのシーンなのにそこまでやっちゃうっていう、多分スターウォーズのパンフレットやと思います、映画の。そんな感じですね。それから描いたと思います。結構有名なスチールだったんですけど、そうそうそう、やばいですね。その辺のアレンジが全く効かないあたりは、その忠実さとしてはすごい才能をお持ちですけど、やっぱちょっとそのそのままやっちゃう、ある意味ちょっとね、融通が効かないみたいな、うん、ちょっと変えてくれと言ってもね、うん、そのまま変えちゃう。なんかその池上さんもその水木さんの弟子の時に、池上先生もあの水木先生の、 あの弟子の時に、ね、うん、あの先生が写真持ってきて、うん、これか描き合ってるでしょ、うん、そっくりだったでしょ、うん、でそれがマルシーがあって、うん、そのカメラマンが、うん、その水木先生を訴えたんです、うん、で、まあ、九州まで謝りに行ったみたいな、うん、先生がね、うん、それがビビっちゃって、うん、池上君はね、もう全くそのままやっちゃうから、うん、怖いですよ。ある意味、池上先生をだから尊敬した奥田さんだからこそ、その辺と根っこにあったという。だからこれも仮面ライダーも多分そうですよね。全く同じシーンがあって書き起こしてるから、この疑う言葉なく仮面ライダー V3 なんですよ、これ。普通なんかアレンジが入りそうなとこじゃないですか。私何も知らない、うん、V3 だろうが、何だろうが、全然わからん。そう、これが僕が面白いと思ってて、最近のオタク系の漫画家って、例えばね、あの自分の作品の中にそれこそ仮面ライダー出したいとか、あとは戦隊出したいとかって、そう、オマージュとしてやる場合って、アレンジを加えて大抵入れてくるじゃないですか。で、でそれを出すのが楽しみだったりするんですけど、そこでないんじゃないですか、土屋先生って。アレンジ加えるその余裕がなかったですね。うん、でかつこれってちょっと見ていただくと分かるんですけれど、ここで V3 がイメージしてジャーンって出てくる1号ライダーなんですよ。あ、そうですか。で登場すると V3 なんですよねでその後に1号ライダーに戻るんですよそんなミスですわそうそう、それが面白くって、だ多分手元にある資料がこっちは適当にやったら手元にある資料が多分 V3 と1号は混合してていい絵を選んでたらこうなっただけだと思うんですけど、うん、普通に今のオタク関係だったら絶対そうなんで切り分けるんですよね。もう1号は1号で通るし、多分そういう写真の本買ってたね、うん、だから ここはこれでこれはこれでって言ったんじゃないですか、うん、だから全然こっちはもう何だろう、何だろうかわけわからないからね。そこがなんかすごく面白いなと思って、カメラには興味ないから、要素として加えていく分に面白いとは分かっていながらも、そこに対して愛がないから、愛がない、もうなんかこういう形っていう、逆に今のオタク関係って絶対やれない作品なんですよ、これって、ね、その辺がやっぱその時代性も含めて、まあ、土屋さんとこんなことじゃなんぼだけど、やっつけなんでね、やっぱり、うんだってこの当時原稿付き何枚ぐらい書かれたんですか。この当時はピークだからね、170から100いったんですよね、お二人200近い、200近い、7本やったからな、7本、あ月刊誌7本ですよ。でしかも当然全部がその読み切りだから、全部話を全部7本付きに考えて、そりゃ余裕もない、7本で、ね、毎回毎回新しいネタね、うん、なんか続くわけないですよ、うん、まあ、だからもう一話一話で、奥田さんもね、その中でもっと手を抜いてもいいと思うんですよ、これ手を抜かないからまずいんですよ、これ下手だったらね、わからんのよ、そう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 
そう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 、完璧だからね、うん、そこがすごく面白くって、だちょっとだけあの疑問に思ったのが、これあの V3 の方は割と細かく書いてあって、でここの絡んでいくと一気に線が軽くなるじゃないですか。ああそうちょっと、うん、これもこれ僕書いたの。そうやっぱこれ先生ですか。そう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 、やっぱそうなんですよね。あそうだね、うん、だそこがちょっと疑問に思ってて、もしかしたらこの絵は先生の絵じゃないかろうかって。これ僕だった。そうでも縦が全然違うんですよ。線みたいな感じになっちゃう。でもだとするとですね、先生ここで V3 を描いて、これ V3 書いてあるのに次から1号じゃない、どういうことですかね。まあね、結構先生のことですよね。分かれる、私でも分かりますね先生。V3 は全部奥田さんが書いて、1号が先生だったらたまたま持ってる資料がそれぞれ振り分けたってことだと思ったんですけど、これは何だこれ、先生悪いんだ。そうですね、これは全くデザイン違うじゃない。違いますよ、今更何言ってるんですか。あんなにたくさんシリーズあるからもう分からんですよ、こっちは。そうですよね。でもなんかその辺のところの、あの面白いと思ったら真正面がドンといって、あんまり細かいこと気にされないっていうところが、ね、土屋さんの漫画の面白さなのかなっていう。まあこの編集者もそうだもんね、うん、あのダース・ベイダーにしてもそうですけど、あれはなんかギリギリダース・ベイダーだけでも角が生えてるっていうね、若干のバランス感覚と、これだけは申し訳ねえやったんです、うん、申し訳ねえ。あとこのマント取った後の姿って、先生の想像ですね、多分これね。あそうですか。ダース・ベイダーこんなブヨブヨのね、リング状の足じゃ多分ないと思うんですよね。ああ本当だ。なんかそのせいで若干ゴキブリみたいに見えるっていう。なんであれマント着とるのにマントないじゃないですか。そうなんですよ。多分なんかマントを着てサーフィンするのは難しいからっていう、多分土屋先生のアレンジだと思うんですけれど、多分その辺のところが、ね、うん、これはダース・ベイダーに見えてそうじゃないってところも含めてすごくいいなと思うんですけど、なんかやっぱそういうところのアイデアの切り替え方がやっぱり今面白いと思ったらショッとこれで描いちゃうっていう、その即興力、アドリブ力、それが土屋さんのアイデアの魅力なのかなって言葉で言いやそうだけどね。あの今適当ですよ、ね、書いてくださったこのロボットに関しても、これあのさっきあの色紙あの販売用で書いてくださったものなんですけど、初めは鉄人28号を書こうという話になったんですよ。 でもそれだとやっぱさすがにあの、ね、いろんなとこ見せられて、いや鉄人28号はまずいですよって言って、じゃあ28号っぽいロボットにしようかねって話になって、で28号にちょっとアレンジからガンダムっぽくなってですね、でもここまでつまらないから刀を刺そうってことになって、どんどん増えていってこうなったんですよ。いや今できたんですよ。結構初めの段階のアイディアからどんどん絵が膨らむことが多くって、あの多分この絵に関してもそうなんですけど、これあのちょっと実はあの一個有名な、ちょっと名前忘れてた SF ファンタジーで有名な作家さんの絵があって、それを描くときにパクリですけど、ね、うん、であの描いて描いて、これはもうそのままあの描かれてるんですけど、じゃあつまんないからここにやっぱりちょっともう一人描こうってなったときに、ここはやっぱ妖怪の方がいいだろうって感じでここに描いて、これはオリジナルですね、うん、であのやっぱり一人じゃなくてたくさん飛んでる方がいいだろうってここに作れてされて、シーンがどんどん初めに方向性が決まらずに描き始めたのに、出来上がった絵が一枚で完成するっていうのが、なんかそのバランス感覚とそのアイデアの出し方っていうのが、うまいこと言いますね。いやあのなんかその辺がやっぱりちょっとあの出力の仕方がすごく天然で自然に出せるっていうのは、多分先生いろんな本とか昔読まれたからなのかなっていうふうに思うんですよ、まあ、高校までね。高校までそうなんですか。もうなんていうの、エドリティアの頃からあんまり勉強してませんから、ああ、まあ、あのそれまではやっぱりストーリー重心の作品やってましたから、うん、もうね、しょっちゅうねネタが足りなくなるでしょ、うん、だからいろいろ古本屋行って いろんな本買ってきて読んでましたけど、うん、勉強してたけど、うん、元気になってから、うん、そんなに一生懸命やったってどっちみちネタみたいなやつをね、うん、結局単純なのかの方がいいわけだから、うん、それは一切勉強しなくなっちゃったんです、うん、でも思いついてもね、先ほどのエイリアンの話にしても僕当時分からないんですけれど、うん、映画になる前に本を仕入れられたってことは、そうそうそう、その情報を早い段階から得られたってことですか。発揮があったおかげで勉強する気になったんです。あ、そうなんですね。そういうもんですよ。あ、でそこから方向性変えようと思った時に、そうそうそう、自分の好きな作品はこっち方向だからそこで情報収集しようと思った時に、そう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 、まだ映画の公演開前のエイリアンにたどり着いたっていう。そうですね。それってでもなかなか根っこのところでそういうものの面白さとかを掘ってのはできることじゃないですよね、うん、そうですか。で逆にそれをあのやれない方は多分まあ生き残れないというのか、うん、当時の中でやっぱりちょっとね他の10派人からけど漫画家と一緒になっちゃうようなところが、うん、ああ結局今そういう意識はなかったんですよ。そうなんですか。別にねそれで評価されたわけでもないし、うん、あいつだけ変わったことやってるなって程度のもんですよ。
その変わったことをやってるって、エロ業界では別にそれは異端児ですから、うん、でもその後土屋先生は例えば、うん、あのそういう評価が来た時に、うん、一般紙に移ろうとかそういう意識はなかったんですか、うんうん、ねえ、うん、僕その結構不思議なんですよ。遠ざかったのが長いもんですから、うん、やっぱりね、その一般紙でやろうと思うと、うん、やっぱりもう生活抱えてるしね、こんな、まあ、話で申し訳ないけども、うん、やっぱりあの没食らうってことがね、うん、一番嫌なんですよね。ああ、はい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 。あの漫画ってのはとにかくね、うん、あの一つの作品書くのに、うん、まあ、波に乗ってる時はね、あの3日に1本、うん、とかできるけど、うんうんうん、いざその売り込もうと思ってあの新作書こうと思ったらね、うん、2ヶ月も3ヶ月もかかるんですよ。でも例えばその売り込みじゃないと、うん、注文とかって実はなかったんですか、一般紙から。一般紙からね、やっぱどっぷりこっちの路線に行ってましたからね。なんかその辺がすごく、あのゴルフ、うん、漫画誌から来ましたよね。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフ、ゴルフマンガ、ほうほうほう、ゴルフマンガ、また方向性違うですね。ゴルフマンガ、私あの3、4本書いてるんですよ。あ、そうなんですか。読み切りだけどね。ああ、ゴーリキアとも一緒に、あのなんていうのかな、あ、ゴーリキア原作で、あ、原作で同じゴーリ、南西の朝日ゴルフであったんですけど、それちゃいましたね。パーグルゴルフとかああいうのは残ってるけど、それはこの時代ですか、70年代終わりから80年代ぐらい。いや、80だからいろいろあの仕事がなくなった後がいろいろあのあるね、あのなんていうのかな、ゴルフ雑誌にちょっと書いてたんですよ、あのゴルフマガのルールってやつ、ゴルフページなんですけどね、それをその朝日ゴルフの方が見たんでしょうね、うんうん、それであの長編ですけど、うん、原作ありますので、うん、60ページでやってくれませんか、当たりに来るんですよ、ね、なるほど。あの当時1万円の原稿料だからね、うん、1ページ、うんうんうん、だから60万早いじゃないですか、はい、まあ、その時はね、そんなもんなんですね、美味しいですよ、その時はね。だからやったんですけど、本当に日本の漫画界がね、損してるなっていうか、この、まあ、逆にそうじゃないと、そのまんま、あれだったら、僕、ね、こんなところで同期ミントとかもできなかったぐらい、いやなことない、実は大先生になってる可能性もあったので、いやいや、まあ、本当に、買い株で、いや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 。だから本当にあの僕もだから恥ずかしながら、戸川さんが紹介された土屋さんの漫画とか、あと90年代 の中頃ぐらいのその官能劇画ブームの時に出たこれ、あの全身エロ劇画家っていう土屋慎吾さんの自伝作品集なんですけれど、この辺りを読んで土屋さんの名前を知って、で作品読んで、こんな面白い人がいたんだって、その当時僕も古本漫画好きだったんですけど、学生さんでしょ、でやっぱ感動劇画ブームはありながら、やっぱ風間志郎とか剣月影とかの正当なやつが面白くなかったんですよ、うんうん、やっぱなんか普通にエロいだけじゃんみたいな。風間志郎面白いですか。そう、僕そう思ってたんで面白くないと思ってあんな面白くないですよ。そうなん、面白くないと思ったんですよ。絵は達者だけど、そう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 。で、あの当時あの僕も芸大行ってて、なんで、ね、あんなあのなんていうの、あの中年のね、女のね、うん、こうちょっと崩れたような短歌書くじゃないですか、うん、あんないいのかなと思ってね。あれはある意味そのフェティシズムとして、エロとしては OK なんですけど、若い子にはああいうのは変えていいのね。いや、僕みたいな人間にとってやっぱ漫画の面白さはあそこにはないと思ってて、うん、あのそれこそあの次江義晴さんのねじ式とか、うん、あの辺りの作品を読んで、うん、漫画っていろんな表現だと面白いと思った時に、うん、土屋さんのアイデアの奔放さっぷりと、やっぱ話の飛び方と、やっぱ面白さ、エロだけじゃない、終わらないっていうところが、うん、すごく魅力的に見えたんですよ。でそれで当時漫画が好きとか、それこそ次吉原さんねじ式書いて、いろんなそれこそ漫画で芸術あるガロを含めてそういう感じの作品がいくつか、当時もだってバックとかいろいろ出てるわけじゃないですか、雑誌が、うん、だからそういうところから声がかからないって、 SF マガジンでもそうですよ。だからガロもね、冷たいですね。うん、まあそうですけどガロはさすがに商業誌ではないところがあるのであれですけど、うんうん、なんかちょっとその辺が僕的には不思議で、やっぱりね、東京から離れちゃったでしょ、うん、でこちらにいるじゃないですか、はい、まあいくら通信でやれると言ってもね、うん、やっぱり編集者との付き合いとか、うん、そういうのは大事ですからな、まあ、やっぱそこへ、うん、当時近い方が頼みやすいんですよ、うん、結局それもあるね、まあ、あとやっぱ編集者的にも会ったことのない人に仕事頼むよりは、やっぱり一回会って話をして、この人だったらどうかっていうところもやっぱりあるんでしょうね。その60ページのゴルフ漫画もね、うん、一度も会わずにやったんですよ。そうなんですか。いや、いかんな思ってね、やっぱり一遍会わなかんな思って言いましたけど、こんな真面目な話ですみませんね。いや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 、やっぱりね、いくらこういうあのネットの時代といってもですね、やっぱりあの人間同士が面つき合わせて、やっぱりこう意思疎通をね、測ってこそね、
長続けてというか、うん、だから結局それ気になっちゃったんですよね、うん、その後だ結局、まあ、犬山に来て、うんであのまあ、漫画描き続けてたけど、まあ、アキシスタント奥田さんがいなくなって、うん、でその後、まあ、だんだん、まあ、その時代の流れも含めながら注文が途切れていっちゃって、うん、っていう形なんですよね、うんうんうん、なんかちょっと遠くにいればまたダークトーンになってきたからいや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 話題変えましょうそ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 うで、じゃあ話題変えましょうで、まあ、そういう風な感じになって、まあ、土屋さん自体は事実上、まあ、そのもうちょっと楽しい話をやられなくなって犬山に来られて広報で4コマと書かれてる時に、まあ、この雑誌が官能劇がブームっていうのがあった時に出たわけですよで、まあ、当時この本もやっぱりその土屋さん自選集って形で原作書きながら、うん、大西翔平さんってあの漫画のコレクターの方のインタビューとかが載りながらやっぱりその土屋さんって人がやっぱここでもう一回戸川さんの文章を持っております、うん、で土屋さんにもう一回光が当たった時にその段階でそれこそまた、ね、注文とかがだからね、人間っていうのは目先の金で弱いですよ、うん、その時もう別の方向で売れっ子だったんですよ土屋先生、まあ、漫画描けなかったんですよだからこの時にチャンスだったんですよ、うん、チャンスやっと復活でまた監督の劇が戻れるなという、うん、大いにそういうチャンスだったんですけど、うん、ちょっと戻るに戻る事情があって結局、まあ、その目先の金のためにですね似顔絵系の、あれをイベントいっぱいやってたでしょ、うん、でウェルカムボールとか結婚式のために使う方の注文がめっちゃ多かったんですよ、うん、だからもうそれをこなすのに、まあ、そういう漫画描きが楽ですよ、うん、やるのも、うん、なんだけどやっぱ一点物だから、うん、個人相手ですから、うん、これはもう切れてやらなあかんわけですよ、うん、でこれをね週末土日になるとねこういう一点物のなんていうのこの回の大きさからのものを5点ぐらいで渡さなきゃなんですよ、うん、だからもうほとんど書きっぱなしですよ、ね、3時間睡眠ぐらいでやったんですよ、うん、だからその時に漫画の話来たんで、うん、あいいだと思ったんだけど、うん、新作書いてくださいみたいなありましたよ確かに、うん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 、だけど書けなかった、うん、全然結局目の前の仕事が多すぎて3ヶ月半年経ってもね、うん、なかなかそのうちにだん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 その復活ブームがしぼんじゃって、うん、こんだけ絵がかけられる方がやっぱ似顔絵描いてくれたら他のね、うん、他の芸人が出たポットでみたいな若い子と比べて全然やっぱ実力違うじゃないですか、うん、描くなら復活するね、うん、女半坊の虫歯まさみとか、はい、バチンコマガネの話だけど榊まさるもね復興が決まったよねそうですねでも結局とかその辺のところで忙しすぎて結果的にっていうだってその当時一番月でいくらぐらいなんですそんなやるやらしいやいやいやだと、うん、毎週的にはいやいや波がありますよ、うん、だからいやサラリーマンの方から見たら確かにないけど、うん、まあね200ページやってた頃はそれこそ月収100万あの当時ですよ、うん、あったんですけど、うん、だから今の 3×ぐらいだから、うん300-400万ですよね、月収がね、うん、だけど、でも、なくなればゼロじゃないですか、うん、で、似顔絵になってだから、要するにまあね、背に腹変えられるとね、うん、エレナとかやってると思ったらそれしかないんですからもともと似顔絵パロディという週刊漫画でね、連載もやってましたんで、うん、似顔絵得意だったもんですから、うん、で、まあ結局そちらに切り替えてやってたんですけど、うん、まあいろんな、一元さんも含めてまあ50-60万あったんやねそういう似顔絵の方でそうそうそうこういった方もいらっしゃるので注文で注文どうしたのかスターウォーズのあスターウォーズじゃねえあれこんな絵も頼まれてやってたんです、うん、こういう形で注文をフレキシブルに受けながらやっぱり目の前の絵が車だろうがね、なんていうの建物だろうが、うん一応俺もスタートでやってたんですから、うん、何でも描けるんです土屋さんのすごいところは、うん、自分が、まあ、スタートレックあれにしてももともと根っことしてそんなに要素がないものも1から0までちゃんと調べてやられるじゃないですかそれをちょっといやでも当然でも竹地半平太伝ってあの龍馬伝の時に書かれた漫画とかもだってゼロから調べて、ね、竹地半平太っていうしかも独自の解釈含めて書かれたりとか、うん、初めての時代ですね竹地半平太は、うん、そうね龍馬伝の時に竹地半平太が書かれたんですけれど、うん、なんか今もちょうど実は新作で尾張の徳川宗春っていう今度は徳川宗春今作ってますので、うん、尾張の殿様のね、うん、吉宗と敵対した、うんうんうん
で、あのその方の話を聞きながら、あのやっぱ僕の知らないとも当然僕も知らないんですけど、毎回会うたびに新しい事実とかエピソードとか教えてくださって、まあ、すごい積み重ねで全部勉強されながら今先生65ですよね。だからそういうあの絶え間ないそのアイデアの取り込みと貪欲さとやっぱその吸収力、まあ、好奇心の振り方含めてが脳っていうやつはね、うん、使えば使うほどね、あのあれだみたいで、うん、別にあの年 取ったから老化するとか、うん、ありません、うんうん、だからあのどんどんね、勉強すればいいんですよ。それがすごいと思うんですよね。いや誰でもやれるんですよ。当然やっぱ、まあ、仕事としてやられてる以上、そういうところのプロ根性、うん、プロ意識も多分あると思うんですけど、だけどなかなか、うん、頼まれたものしか勉強しないです。いやそれでもただビジネスですから、うん、タケちゃんアンペイトなんて僕知らなかったんですけど、うん、あのこれ やってくれとなったんで急ににわか勉強して、うん、あそういえば月形アンペイトのあのモデルなんだって初めて聞いて、うん、それから調べたんですけどね、うんうん、月形アンペイトの話じゃないでしょ。月様アメガっていうね東映時代劇みたいな、うん、あれのモデルなんですよ、うん、あのだからその竹内アンペイトさんもその仕事のためにね、これのためにあの勉強したんであって、うんうん、徳川宗春もちゃんと金出してくれそうだからやってるわけです、うんうん、だね、あの無駄なことはできませんよね、うん。でもそれこそあのハッキング食らったと、さっきのエイリアンの話も含めて、うん、やっぱりその次はこっちの方向が面白そうとか、次はこっちの方でやろうとか、うん、やっぱ本当になんかずっとなんかそういう絶えず面白いものを探し続けてる。いや私が探してるんじゃなくて、たまたま依頼が来たやつに対して関心を持つだけであって、うん、自分からはなかなかやらないです。なんか本当にその辺が若いなと思うんですよね、うん、ありがとうございます。うん、なんか他の話にしなさいよ。他の話ですか？この話まずいですか？いやいや、まあ硬い話が。硬い、そうかな。でも僕はやっぱその辺なの。ちょっとこの辺で、うん、あの質問タイムしたらどうですか？早くないですか？いや、またやればいいんだと思って、うん、あ、でもじゃあ一旦じゃあ休憩入れましょうか、じゃあここで。休憩入れるとね、調べちゃうんで。そうですか。じゃあトイレタイムで。